それでは新型コロナウイルス感染症の発生について発表をさせていただきます。昨日7月の26日県内におきましては7名の新型コロナウイルス感染者発生が確認をされました。公衆衛生上の観点から感染をされた方がお住まいの市町村名及び都道府県名、こちらの内訳を公表させていただきます。徳島市4名、阿南市1名、東三好町1名、京都府1名となります。また主な感染経路につきましては、濃厚接触者2名、県外が1名となります。その他感染者の年代や主な行動歴、症状の程度など詳細につきましては、記者の皆様方のお手元に配布させていただいている資料をご参照願います。これを受けまして徳島アラートに係る5指標7項目発表させていただきます。まずは直近1週間、これは7月の20日から7月の26日までの新規感染者数37名となります。次に感染経路不明割合37分の9、 24.3% となります。次に3番目、病床の逼迫具合、最初の項目は確保病床の使用率234分の54、 23.1% となります。次に入院率55分の54、 98.2% となります。うち重症者割合 0% であります。次に4番目、療養者数についてはお一人宿泊療養がおられますので合わせて55名ということになります。そして最後5番目、 PCR 陽性率1268分の37、 2.9% となります。本日発表した方々を含め、7月に入ってからの累計感染者数92名となりました。先月が25名でありましたから、その約4倍、そして2桁の大台に迫る数字となっており、感染拡大の傾向が顕著となっているところであります。またもう一つの特色として、ここ数日調査中であるものの感染経路が不明確である事例、こちらが確認をされているところであり、より一層の警戒を行う必要があります。少し入ってくると、今日はあまり体験したくないな、こうした気持ちふと口から出たところでありますが、今日の全国の状況でありますが、昨日は4692名ということでありまして、新規感染者確認をされたところでありますが、このうち東京都におきましては、7日連続で1000を超える、昨日は1429名、また千葉県では過去最多となる509名感染者、これが確認をされているところであります。そうした中、今日の状況についてでありますが、少し東京都の状況、オリンピックを終える頃には2400、3000ぐらいいきそうだ、こうした話があったところでありますが、今速報値としても2848、場合によっては3000いくんじゃないか、こうした話が今飛び交っているところでもあります。また沖縄県、こちらが前日116であったものが354、過去最高。東京はもう一度言いますと、前日が1429でありましたから、約倍、あるいは倍以上ということになるわけでありまして、こうした点を考えていくと、なかなかこれは厳しい状況を日本が迎えているのではないか、このように思わざるを得ない。ですから第5波到達ということはもう元よりのこと、それがこれまでの例えば第3波が一番大きかったもの、
それをはるかに超えるんではないかと言われていたものが確実に超えている。このように言って過言でないわけでありまして、まさに強い警戒感、危機感を持って対応をせざるを得ないということになるのではないかと思います。まあ、そこで県民の皆様方に対してでありますが、現在徳島県においては国で定めるところのステージ2、徳島アラート感染拡大注意全道、こちらを発動して県庁もオレンジ色になっているところであります。そして8月の22日、これは緊急事態宣言、こちらが8月の22日まで東京と沖縄県出されているところであり、これまでの期間を第5波、早期警戒期間として感染拡大を防ぐための取り組みを行っているところであります。その意味で改めてのご協力とご理解をいただければ、まず言うまでもなく夏休み、そして月が明けますとお盆休み。そうなりますと、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置、こちらの対象区域との往来については、ぜひ慎重にも慎重を期してご判断をいただきたいと思います。また、それ以外の地域は大丈夫かと言いますと、今やデルタ株、青森県とそして高知県を除く45都道府県において疑い事例など発見がされているところでありまして、いわばデルタ株が全国に広がっている、まあ、もちろん持ち込まれているエリア、徳島をはじめですね、こうしたところもあるわけでありますが、そうした意味ではやはり往来をするにあたって慎重に、またその地域に行ったとしてもより基本的な感染防止対策をきっちりやっていただく必要があるわけであります。まあ、特に今後月が変わりますとお盆を迎えるわけでありまして、帰省を検討される方も多くおられるかと思います。まあ、ぜひご家族の皆様方からこの夏帰省については再検討をいただくように呼びかけていただく、そしてどうしてもやはり帰らざるを得ないんだ、こうした皆様方にはすでに制度化をされており、今回の第5波早期警戒期間におきまして、前回ゴールデンウィークの時にこの制度を創設をいたしまして、779名の皆さん方がご利用いただいた、いわゆる帰省前 PCR 受験支援制度、今の段階ですでに3000件を超える皆様方から申し込みをいただいているところでありました。ぜひご活用をいただきたいと思います。また県内の7月以降の感染者のうち30代までの若い世代が 69%、 7割を占めることから、特に若い皆様方に対しましてはということで3点、1点目はご家族の皆さんからご自宅、またこの季節増える屋外での飲食バーベキューなんですね、普段からぜひ顔見知りの方と、そしてなるべく長時間にならないように、またソーシャルディスタンス、距離をしっかりとっていただいて、マスク着用でとお声掛けをお願いをしたいと思います。2番目、今金メダルラッシュになっておりますが、東京オリンピックはご自宅で、そして普段から一緒にいる人とテレビなどでの観戦を、テレビ詐欺機をぜひよろしくお願いを申し上げます。3番目、感染力が従来の 1.95 倍とも言われるデルタ株、その特性を理解をしたしていただいた上で、ご家庭、職場、学校での感染の広がりを防いでいただくためにも、3密はもとよりのこと、2密、1密についても回避、マスクの着用、咳エチケット、手洗い、手指消毒、うがいの励行、換気もこまめになどの感染対策、改めて徹底をよろしくお願いを申し上げます。そして最後に1点、デルタ株の検査結果、今日は
月曜の結果が出ておりますので、月曜の結果ですね、出ておりますので、発表させていただきます。昨日7月の26日、県の保健製薬環境センターにおきまして、デルタ株の特徴とされる L452R 変異のスクリーニング検査実施をした結果、1件の疑い事例が確認をされました。今回の検査につきましては、直近の6日間、つまり7月の20日から7月の25日のうち、確認をされた感染者の皆さんから採取した19検体について実施をしたものであります。なお、今回デルタ株の感染が確認をされた方につきましては、感染経路や濃厚接触者が特定されておりますので、現在のところ県内での感染拡大、確認をされていないところであります。なお、報道に際しましては、感染者ご本人や、そのご家族のプライバシーの保護には十分にご配慮をよろしくお願いを申し上げます。今後とも強い危機感を持ち、デルタ株の感染拡大防止と早期探知にしっかりと努めてまいります。どうぞよろしくお願いをいたします。それでは患者の徳島市民からまずご質問させていただきます、はい、徳島県内でワクチンを2回打たれた方から感染が出たという事例はこれまでありますか。またちょっとデータ、そのバックデータ後で、はい、調べさせていただきます。本日1743例目の方なんですけれども、はい、感染、鳥取県と大阪府の方に出られていたということですね。普段関西方面であるとか中国地方といったような発表が多い中 で、 です、ね、今回こういうふうな発表が説明になっているのはどういう理由なんでしょうか。これはルール化をしておりまして、いわゆる感染可能期間内に移動した場合にはどこということを書く、そして感染可能期間の外の場合にはどこどこ方面という言い方をするという形を取らせていただいています。そうしますと、この、7月25日の発症ということで、機械内に病気に入っていたんですね。そうしましたら、質問ある人は挙手でお願いします。どうぞ。ごめんなさい、変異株のスクリーニングの結果、陽性の方が1人出たということで、ごめんなさい、改めてこれ、期間、いつからいつの方ですか。はい、先ほども少し触れさせていただきましたが、今回の19検体、こちらについては7月の20日から7月の25日の陽性分ということになります。そして陽性が出たといった点については、正確に申し上げると疑い事例で、最終的には国立の感染症研究所、こちらの方でゲノム解析を行って確定が打たれる、こういう手順です。7月20日から7月25日に発表ではなくて確認されたということで、これで県内では合わせて3人疑い事例で、それでこの陽性が確認されて、すみません、また後で聞きます。はい、どうぞ。どうぞ。すみません、変異株の件で、はい、まず先に2検体で疑い株が出てたんですけど、これの確定検査は行われているのか、はい、すでに結果が返ってきているのかというところとですね、はい、今回1人の方、新たに疑い株陽性となったんですけども、この方、県外の方と接触があったり行ったりしていたのかという2点です。はい、まず先の2例の疑い事例についてはすでにこれは国立感染症研究所の方にゲノム解析依頼済みということです。ただ確定の報告はまだいただいていないということになります。そして今回のお一人、先ほど全体をまとめてこの2例も含めての3例のトレンド傾向を申し上げたところですが、いわゆる県外からの持ち込み感染経路が分かっておりますので、
まあ、そういう形を申し上げたと思いますが、今回についても県内からの持ち込み、積極的疫学調査の結果、そのように判明はしております。つまり、県外に行っていたか、県外から、まあ、県外の方と接触があったというのが分かっている。そういうことでしょうか。徳島新聞です。今のデルタ株の質問に関連してなんですけれども、はい、今回の疑い事例については、先週発表があったお二方との関連はあるんでしょうか。というよりも、7月の20日から25までの間の19検体のうちの1つがそうなったということ。だから個別の誰とどう接触とか、これは申し上げておりません。ご意見、先週ですね、お二人疑い事例が出たという発表があったときに、はいはい、週に、月曜日と木曜日に発表していくというのが話があったと思うんですけども、この場合、祝祭日を除いていくということなんでしょうか。まあそうですね、先週っていうか、いい形で、23日についてもですね、発表してください。だから、それは関係ないですね。ということで、あれ以降は週2回やってる。要請の発表なかったですね。そうすると、3日か4日ごとのに陽性が出た方を対象にされるのかとか、今回、6日間が対象という話だったんですけれども、はい、その6日間対象になっている理由というのは何かあるんですか。というか、それまでの間で、やったもの、そしてその間でと、いう形になりますから、例えば月曜と今木曜でやるという形をとっているところですけど、まあ、そこの部分ですかね。まあ、二十県が保有している県内ということでございますので、まあ、そのタイミングであったりとか、そういうふうな諸事情にございまして、それによってですね、期間について20日から25日という形で、でそこでですね、検査していただくという形になりますので、それについてはセレクトというか、それについても専門的に判断させていただいてとか、まあ、基本は県が保有している県内ということで、させていただいているところでございます。すみません。はい。この17-43の方、ずっと言うと大阪府に行かれてたとかなんですけれども、はい、なんか出張かなんかでしょうか。具体的に何日に両県というか、大阪府に行かれてたか、うん、まあ、それご確認いただければ、はい、後で。はい。ただ感染確認、可能期間中に行っていたということを今。はい。要件は観光だったのか、まあ、いいです。はい。あ、すみません。どうぞ。先ほどの変異ウイルスで、はい、県内での感染拡大がまあ、ないっていう判断されているのは、元々の感染経路が特定されていて、濃厚接触者とかも特定されているので、まあ、県内での感染の拡大は、まあ、見られないという考え方。はい、もう少し話をしますと、この最初の2例が発表になったときに申し上げたと思うんですが、まずお一人が持ち込まれた。そしてその濃厚接触者がもうお一人であったということで、感染経路が分かっている。だから今回の場合も、そういった形で県外に行かれていたということが分かっている。そしてそこからの広がりがないということで、申し上げた。県外持ち込みである。あるいはその接触者。感染経路が分かって、県外というのが分かっていて、はい、で他にそもそもデルタ株そのものというよりかは、そのコロナウイルスの感染が周りに確認されていないので、まあ、感染もすなわちないですよ、はい、分かりました。ありがとうございます。じゃあ先週ですね、デルタ株の疑いの発表があったのに、まあ、お一人、知事の説明について、まあ、お一人持ち込まれて、その方と濃厚接触という話があったんですけど、まあ、そこまでこう詳しく報道しないようにというようなお説明があったからあったんですけども、今回、改めて言っていいですか、そういうご説明されたんですけど、後からまた説明して、いや、ちょっと データとして残るんで、できればその、どういうふうに実験として発表される姿勢なのかって、改めて確認させてもらいます。濃厚という言い方があれですから、まあ、そうすると、まあ、接触っていうこと。でもあまりその言ってしまうと、結局どういう関係だとかいうことが、例えば限定された人であれば、
ね、例えば2人の関係の人、あと全部例えば単独であった場合、おのと分かってしまいますよね。まあそういうことだと。みんなが例えば接触者が濃厚接触者が大変多くて、そこから陽性者が出ていたっていうことだと紛れてしまうんですけど。まあ、ただその県外から持ち込まれた方は一人で、はい、その方と接触があった方ということは県としては公式に認められるということで構わないです。はい、直接つながるので、選手や知事の方ご説明させていただいたので、その点についてまた後ほどご説明させていただきますので、どうぞ。ただですね、まあ、一応ライブ中継もされていて、うん、で我々も記録して発信させていただいていて、もうそれ知事のお話と、まあ、その後にちょっとやり取りがあって、まあ、書かないようにということになると、ちょっと紙面とちょっとデータに齟齬が出てしまうというちょっと問題が発生しておりまして、うん、まあ、ちょっと見解を統一していただきたいんですけど、うん、だからまず最初の時と、うん、最初の時ということもあって、例えば県内で広がってんじゃないかと、おそらくマスコミの皆さん方も県民の皆さん方も、まあ、衝撃を受けるということがあるので、あえてそこのところは申し上げて、お一人から持ち込まれた、そしてその接触者の人である、こうしたことを申し上げて、県内で広がっている、あるいは県内で正確な意味で感染をしたということではないですよ、ということをまあ申し上げる意味で申し上げます。ただ、こうしたものを検証をずっとしていくと、あ、結局この事例じゃないか、ということが結果として分かってしまう、ということがあったので、これからの発表については、そうした点、県外持ち込みということについては、まあ、はっきり言わせていただきますが、どの方面であるとか、そこからどう広がったかとか、こうしたことはやはり特定につながるということから、まあ、控えさせていただきましょう。まあ、そういった意味と捉えていただければ。まあ、私として最初の第1回目について、やはり多くの皆さん方がやはり知りたい、本当にどうだ、大丈夫なんだろうか、まあ、こうした点があったんで、あえて申し上げた。こういうふうにご理解いただければ。まあ、確かにその県民の方も大変まあ心配、うん、感染力が強いということで大変心配されているということもありまして、まあ、そういうふうに知事がこちらでもう発信されたことは、まあ、そのままじゃ私たちも発信はさせていただきます、はい、そういうご意図でしたら、はい、我々としても読者の方、視聴者の方に、まあ、安心できるような、はい、情報を提供したいので、分かりました。他に質問ございませんか。それでは、よろしくお願いします。